ようこそ。はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。というわけで、続きをやっていく、あざと組木ですよ。って感じで。前回ね、いかにも、っていう小屋にやってきましたよ。マジパネーションでしょ、これ。まあ、使うよね。使うよね。まったらい匂いが、この匂いは蜂蜜だろ、どうせ。よし、当たり。そしてこの白いものに自然と目を行く。あれはまさか、お前、まさか。開けて調べるつもりじゃないわよね。調べざるを得んだろ。時間はもう少ししかないんだ。確かにな。あと数十分とか言い始めたからもう、まあ、いろいろ調べてみますけど、探る、夢見る限り家族は不滅。もし密告書が出たら、目覚めさせて叩く。おとなしくなるまでぶん殴るって。お前が動かなくなるまで殴る。みたいな。みんな気をつけてね。目覚めているとき、家族はただの人。何を言っているんだ、こりゃ。持ってくぜ。4。3だよな。これは何なの。まだ読めねえわ。これは？箱には、ひどくべたついていた。なんだよ、それ。このポリタンクは何なのかよくわからん。よれよれの味、ブス。ブス。誰かの悪口かよ。クリスティさんじゃないの。木の根っこのようなもの。小さな紙切れが。みんな行っちゃった。もう一人ぼっちだ。僕は所詮ぼっちだ。でもずっと頭がぼーっとしていて、もうやり方も思い出せない。最後に二つを組み合わせればよかったはずなんだけどな。何がよ。何がよ。これはお休みヘレンでしょ。何？誰？あ、ダメか。全部割れちまってるってこと？使用するには問題がある。ポリタンク。よく使用で使うことはできない。もうメインのこれ来ました。パーンって。つけたらパーンへ。床袋らしい。床袋の床かな。外から目でもしっかりと詰まってるのが、詰まってるって何よ。その時袋の中で動いた。動いくのこれ。断続的に動き続けている。まだ生きてるんじゃないか。なんで動いてるの？わけわかんないわ。恐る恐る、袋の口に手をかけた。手をかけたら、お前、それましたが、よって。甘ったるい匂いが鼻をつけ、全身に蜂蜜塗りたくって、お前、カブトムシ取りに来たの。もう全然ダメだ、これ。これ、マサオくんじゃん。今まさにスイートドルドルでな。マサオくん。これもう寄生虫みたいになっちゃってんじゃん。誰だろうのか直接的に理解できた。ほら、マサオくん。ひめら。ジョン、ダメだ、ジョン、ダメじゃない。シミ男らしき？ベンチ、これまさか蜂の巣に？文字通り蜂の巣にされていますな。マシンガン的な意味ではない。体中に開けられた穴には蜂蜜が潜り込み、さっさと巣作りに潜るんだよ。
に蜂は悪くねえだろ。蜂に罪はないんじゃないか。これさ、シミ男ってさ、生きてる人間なのか、それとも本当に怪異なのかよくわからん。実は生きていました、みたいな。怖いんだよな、それが。一番怖いのはやっぱ生きてる人間の方がやっぱ怖いっすよ。オブジェが一つ増えることだろう。確かにね。その時死体の傍らに一緒に詰め込まれていた、物品に。ああ、全く理つかないこともその品々はまるで、旅立つ者への、ああ。テニスボール。おやすみ家族ダイビン。おやすみ家族スリー。ずるいな。群れ惑わせよ。さすれば無事。惑わすって言うと、なんかその、屈性域なのか、それとも、あれなのかね、よくわからんが。あいつが置いてった蜂蜜を塗りたくるか、ちょっとよくわかんないですね。泣き殻をそっと死した。いずれは手厚くそこまでがならないが、今はその時ではないだろう。ねえねえ、ちょっといいかしら。どうした？今更こんなことを言うべきではないのはよくわかってるけど、耐えられない。もうこれ以上、こんなこと。あんな怪物に出会ったら私なんて何もできない。だからもう帰る。それが現実なのよ。テレビでどんな立場のこ、立派なこと言っててもね、この森の中では何の意味もないわ。意味ないわ。悪いけど私はこれ以上あなたの役には立てない。突然ごめんなさい。けど今言わないとと思って。ごめんなさい。とにかく、私にはもう無理。もう無理。レッツアイ。どうしたんだい。いや、謝ることはない。こんな状況に陥ったら普通、誰だってそうなるはずだわな。誰だって逃げ出せるもんなら逃げ出したいわな。だけど逃げちゃダメなんだ。それなりに重大な意味があった。もし栄一小学校と同じように書いて退出することになるとしたら、どうして彼女でいいのだろうか。ああ、一回戻んないとダメっぽいな。戦うとしてはやっぱりマスターの方がいいのかもしれん。これは一旦戻って、よろしく。成仏してくれ。ソウルソサイティに行ってくれ。でですね、一旦やっぱりちょっとクリスティ、戻すか。まあ、マスターと銃が撃てるんですけど、シュアちゃんにしよう。あんまり活躍しちゃいないので。ショーにしとくか。でもビビりなのよね。うん、お前来た。ブッチャー来た。みたいな。もう、ひっぴり腰だから。前はこの金属バットで盗塁でもしなさいよ。バントの構え。さて、いよいよ多分、シミオとやり合うことになるんじゃないか？で、まだだな。カトリ線香とか使ってないよな。おやすみ、家族。おやすみ、家族。おやすみ。おやすみ、眷属。これは何なんだ。家族にとっても危険です。ああ、なるほど。これを、発射。
ざまあみろ、まあ、あんな死んだ。まあみんな死んじまったな。先に行くぞ。なんだ？びっくりした。カラス？カラスなのか？今の声は。特に何もないっぽいな。おー、またある。あーっと、これは、女性だな。蜂をどうにかしてからでないと、とても無理だ。どうにか。どうせお前これ。神妙がいるな。見てるな。じゃあ近づいて吸い込まれないようにしなければ。探る。蜂をどうにかしなければってどういうこと？こいつでお休み。おっしゃー！沈黙。これで探ってみるか。ははは。おはようは多分蘇るやつじゃね？で、これは？うっそ。お休み家族まだ1個あった。はい、噴射。チューン。これで全部使って、穴には螺旋状の模様が螺旋状？ドロリッチ。ドロリッチがあるよ。目立ったものはないな。なんだと？ おはようやってみたらやばいんじゃないか。棒で叩く。目覚めていればただの人。散布できる。あんまり意味がない。それだけ？まあ多分おはようが手に入ったから、いいんじゃねえ、別に。それだけ？これか？乾燥したね。なんだ。何？最後に二つ。乾燥した根をくらわす、くらわすってよくわかんないけど。思い浮かばん。うっそ。特に変わったものはない。あると確かな手応えがあった。パールのようなもので、取れた。面白いように崩れていく。やがて小ぶりの人参のような根が現れる。マンドラゴラ。え？ 何これ？ 人参、人参。
人参な。夢見る海なんだ、混ぜるのは危険。眠りが重なると家族にとっても危険です。もうないな。お、あ、やばい。数分やったぜ、やったぜってな。うわ、俺の右手がうずく。身を消してショーの顔を見る。ショー、なんだ、あ、もうダメだこれ。ショー頼むぞ。もうダメだこれ。すまんかもしれん。顔面で一発目があった。ってぇ、遅ってぇ。喧嘩ってんのか、こら。ちょっと雨が冷めたか。奴が来る、行くぞ。言う通りにしてくれ。できるだけやってみる。ああ、そうだな。もうダメだろ、これ。真下くんやった方がよかったんじゃないですかね。とろけあるようなチーズ。ああ、やばいぞ、これは。ああ、来るぞ、これは。あ、おお、おっ、ザ・ペインが来たぜ、ブッチャー。何かこっちに飛んできた、来たね。はい、でででででで、いい。とっさにこうかばった腕に激痛走る。こっちに襲われちまったな。ああ、マジかよ。上手だ、そういうのじゃないか、大嫌い。これはやばいな。これ、これをやったところで何になるのよ。なんだろう。火をつけていいのか。ちょっと待ってくれ。おやすみ、おやすみと夢見でやれるけど、ちょっとよくわかんないんだよね。二つ表せればできるってよくわかんないし、これも。くっそい息というのにあざっぱい鼻をつく匂いだ。これは何なんだっけ。新鮮な蜂蜜が注がれ、なんだろうな。これをやったらなんか死ぬ可能性がある。これをやってみるか。あとこれもやってみるか。ふっ、なに、ふるら、聞いてねえし。歯が届いているが特に効果はないようだ。ああ、ナムさん。穴開けられたぜ。おられたぜ。ザ・ペイン強すぎ。なんとなくわかったぞ。多分臭い液をつけて、野球ボールじゃなくて、締めるのは、テニスボールだ。ってことは、テニスボールに、テニスボールに、くっせえ液ぶっかける。テニスボールに、うらぁ。
急いでボールに向かって飛んでいった。どうやらボールについた機体の匂いに反応してるらしい。近いもうまだダメか。直線キュアリーの投げるよ。行ってこい。再びものすごい勢いでボールに向かって積んでいった。だがもうボールないぞ。おい、顔出てきた。お前でこれとこれだ。こいつを嘘、やべえ。マジで、どうすんの。夢見る、あーちょっと待って。夢見る限り家族は不滅。目覚めさせて叩くとおとなしくなるまでやる。目覚めさせるってことはよ、目覚めさせる。おはようで金属バットでぶった金属バットでポコパン。お、いいね。はずっぽい液体が流れ出し、僕は裏切り者じゃない。バージの穴から退避局に、うわ、裏切り者め、この裏切り者め、うぶぅぅ、嫌だ、起きるの嫌だ。起きる、あいつはまだ寝てるってこと。マジか、弱ってる。この目を刺すなら今しかない。したら目覚めているのは家族、ただの人間。おとなしくまである。みんな気をつけて。目覚めている時はってことか。その髪が巻きつけられて、立つ組み合わせればよかったです。これはなんだかよくわからん。組み合わせを、これでどうだ。ああ、浴びせると当たり合って、あなたは激しく浴びる。そんな気分のしまいがある。マスクのようなことはできず、おばちゃんの方向。どうしたぜ。パパ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 ー、レベル上がったよ。ヘゴヘゴ消えた。ふん、ざまあ見やがれてんだ、ボケナスが。ああ、元に戻ってるな。印は無事に消えたようだ。俺の印は、まだあるわ。うぅ、俺の右手が、まだうずく。だがその予感はあった。周囲の収集傷の階に接触すると、有意客障害が起きるらしい。ああ、なるほど。みんな、ってなってしまうのは、刻んだ奴がそばにいると。自分にその収集が出なかったということはそういうことになる。つまり関係のない奴。いや、ちょっと待て。それさ、刻まれたらやばいんじゃないか。俺も変なんだろう。
獣フレンズ。チューズのノーツ、デスノーツ。宇宙で灯を照らす液体の正体は蜂蜜つ。蜂蜜まみれのノートかよ。どこに隠し持っていたんだよ。想像するとあまり触る気がしないが。体内。バッチーな。おっさん負けてたぜ、おい。昭和50博士で自分で広げは全くないらしい。もうなんだよ。きっとね。なんか変な匂いするし。それパラートめくると内容が書いてる。んな暗い場所じゃ読むのも大変だろう。館に戻って側にしようぜ。つーか、こんな場所とは、さぞおさらばしてえし。だな。帰るわ。あれ、どこだっけ？やめろ。ああ、やっぱり来るのよね。おいおい、何やってんだよ。電池切れちって。つまんねえ、いたずらすんなよ。そういうわけじゃない。ああ、どういうことだ。反応がない。やばい。偉大な知れない旋律を走る。その時、旋律を走る。樹海を包む、うわ。失礼。樹海を包む、深い闇のこれ、恐怖感。明るさえつけば、明るさえつけばなぁ。なぁ、すぐ、すぐ、なくなるんだけどなぁ。ダメだ、これ。ちょっと炭酸電池買ってきて。あ、いって。血出てるよ。もうこれはもうゴッドハンドが来たぐらいの激痛よ。なやばいやばい。ザ・ペイン。おーそそそライツつけろ。ライツライツライツつかないっす。あれ間違った。でん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 。やられちまったか。何が起きた。気を失っていたのか。うっ。あ、ついた。あん。しおちゃんがいない。おしゃー。あれ、シミを倒してない？クソやつ、不死身かよ。すごいって言って。人間を壊す音。あ、やばい。下笑い声。ああ、ショーがやられてしまったようだな。あ、うっそ、ショー死んじまったか。誰もいないんかい。そこに誰かがいたのは間違いない。それから、どこショーはいつかで最後のロゴが多くなったから、倒り込むように、車に乗り込む。あ、うっそ。選択ミスった？もしかして。シミを破壊。破壊かよ。ようやく戻ったか。どうやら今回もうまくやったようだな。俺の印は消えたよ。俺のはな。どういうこと？私の心身は消えないの。どういうことなの？これは一体。おい、アサド、あのガキはどうした？
まさか。自分はただ、うなずくしかない。くそが。しくったが。そんな、嘘でしょ。確かに死んだはずだ。なさそうだな。あちらでの浮き方、あの時聞こえた声は奴のものだった。メリーなら何か知ってるはずだ。どういうことなんだ、メリー。お帰りなさいませ。お帰りなさいませはもういいんだ。破壊に成功したようですが、犠牲が出てしまったようですね。確かに倒したはずだが、ショーに何が起きた？おそらくですが、ルンの思念を消しきれなかったのでしょう。その時思念が自らを滅ぼした、ショー様の衣装を奪ったのです。つまり自分を破壊した人間に、怪異が復讐したと、思念が人を殺すなら普通はありえないが、なぜショーだけなんだ。それ理屈ではこれだって、その理由は想像できます。ヤカワイが力を及ばせるのは印を刻んだ相手だけなのでしょう。つうことは印をつけたやつだからってこと？俺はシミオからつけられたもんじゃないから助かったってこと？せめてはな。そうなのか。聞きたいことがある。あいつは印を消えない。彼女はもう一度神妙に印を消えたはずだろう。理由が間違っている。つまり、クリスティスは死ぬが、別の怪。なるほど。いや、ちょっと待て。だとしたらどういうことなんだ？印がついたのはあの森なんだろう？まだ日が浅いようです。記憶への影響もさほどありません。手術機と怪異と接触した場合、記憶障害が急速に進行する可能性がございますので、注意してください。ショーのおかしな。おい、そうだ。さっきから気になってるんだが、貴様匂うぞ。それは汗臭いだろうさ。一日中どれだけ歩き回ったと思ってんだ、お前。いや、そうじゃない。俺も鼻が利くんでな。まあ、そういう匂い。服の素肌から妙な匂いがする。蜂蜜の後の匂いか。そういえば、ノートはまだ調べてなかった。なんだって、ベッドレッドした。シミは別の人物の方がわからんが。シール滅滅、シール滅裂。この絵は腐ってるっつって悲観したものが結構書かれてるっぽいな。ってことは、あの神社に何かあるっぽいな。妙に記憶に残った。ミスったもしかして、ざっと読み終わると、しるし人たちに、その内容を伝えた。くだらん、とも言い切れんな。バカバカシーサーの、家庭なら、まだ、たたりも9位。怪異も変わらん。怪異なんてものがいる以上、何があってもおかしくないか。たたりね、うつぞりじゃ、たたりなのじゃ。もしそれが本当なら、さてそろそろ用を吐きます。ここまでといたしやしゃ。皆さんは疲れたしゃ。今日はお休みくださいませ。私ももう限界いろいろとありすぎたんだから、今後のことは頭冷やしてもらう、考えさせてもらうわ、マジで。チョイスです。そうだ。俺も明日、館を出ることにしたぞ。
見捨てる気か。日が変わったのか。まあそういうことだ。俺は満足したのさ。要塞一区が倫理観で全て使えなかった H の連続実装事件、そのからくりが分かったんだからね。それに長年持ってきた一別家族の事件についてはなんとなく経緯がついた。あんたの追い求める真実はここで手に入りますだが、フィリーの占いも大したもんだな。ここまでようやくあの人の墓参りに行ける。あの人、おやすさーんって、マスターを連れていくべきだったのかもしれん。なあ、そうだ。正直この山はやばすぎる。命知らずは自覚しているが、命が惜しくないわけじゃない。俺以上首を突っ込み続けるのはリスクがでかすぎる。すまん。あ、なるほど。ちょっと怖くなってきたか。ああ、なるほど。ショーが死んじまったからか。その時は一杯おごってやる。それ、お前、それはお前、マサオくんも言ってたじゃん。じゃあな、お前もう死亡不落だろう、それ。マスター。はい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 。これは、ちょっと違うルートでやってみましょうか。さーて。はい。今回マシタを連れてきまして、マシタ頼むわ。あ、おい。いい加減にしろ、お前。聞いたぞ。いい一撃だった。なんだそれ。ちょっと雨が覚めたか。やつが来る。行くぞ。ああ、任せとけ。パンパンで、お前は銃が撃てるからな。染みをこいや。まずはお前、ボール投げて、気をそらす。でですね。おはよう。銃でバーン。銃でバーン。で、どこで、おはよう、つって。ダラダラって死にもちゃうよ。リボです。俺でマシタが死んでしまうのが分かってるのはやっぱり倒し方がまるで合ってるみたいです。草がよくわからない。2つつってない3つってことじゃん。うん、やっと草がってかつっても、くたがったのかすらもわからないけどね。俺は残ってる。印を刻まれてるな。あざと何か落ちてるぞ。おい、調べるのは床に戻ってからにしろ。さっさと引き上げるぞ。だな。さっさと引き上げる。引き上げる。引き上げる。冗談のつもり。お前何やってる。冗談のつもりじゃないだろうな。つかね。戦慄走る。ここも一緒ですな。うずくぜー。痛い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 。ちこのところで早くライトつけるんだ。痛い。ああ、暑いだ。マシタがいない。追いました。明日やられた。なるほど。
ほどね。マジだったい。そこには何もなかった。ブン、ブンブブーン。やってくれたじゃないか。俺の印はちゃんと消えたぜ。でもよ、やっぱクリスティの印は消えないみたいだね。ところでおっさん、マシタの野郎はどうしたの？野郎とか、旦那とかには。まさか、寄られたのかよ。もしかよ。そんな嘘でしょ。メリーさん、どういうことなんです？おそらくです。ここはあれなんじゃない？肖像銃撃で攻めてこない。マシタは犠牲になりましたってな感じになるわけですな。違う怪異だから次は多分クリスティの怪異を倒さないといけんということかな。おっさん、さっきから気になってたけどあんたの手すっげー汚ねえな。それ仕方ないだろ。今日一日でどれだけで山歩きしたと思ってる。そりゃそうだけどよ、でもなんか匂いがきついぜ。変なもんでは触ったんじゃねえのか。このミツバチハッチッチミツのことかい。で、まあこれを読むでしょ。でも神社に何かあると。明日死んだのかな。小屋じゃマジ勘弁。たたりとか呪いとか苦手なんだよ。はいはいはい。何くちゃくちゃなのは部活で決まって以来だな。ってのはこれ以来だな。悪いがさ、先にやむ。先に休ませてもらうぜ、おっさん。明日の野郎のことはあんま気にすんなよ。おっさんのせいじゃね、全部会議が悪いんだしょ。じゃあな、おやすみさん。私はもういろいろ会いすぎて、ストレス死にそうだわ、もう。あとで考えろ。まだ終わっていないんだろ、お前は。どの道一緒に行くことになるはずだ。はい。はい、はい、というわけでですね。真下の旦那がやられてしまうというね。どの道、どちらかが犠牲になってしまうらしいですね。というわけで、まあこんな感じです。今日、では今回はこの辺で、またのご来店。で、次回、またのご来店。お待ちしております。